今回はタッピングハーモニクス、そしてタッピングの解説をします。まずタッピングハーモニクスですが、フレットの真上を素早く叩きます。叩いた直後に弦から離すのがポイントです。タッピングはハーモニクスと違って、ハンマリングと同じ要領で右手でフレットを押さえます。離すときはプリングと同じ要領で弦を下に引っ張ります。最後の13小節目は両手でタッピングします。少しテクニカルなフレーズですが、ぜひチャレンジしてみてください。